おはようございます。熊本の阿蘇と宮崎に向かっています。撮影と新次さんのご友人の ところに行きます。ちょっと阿蘇浮かれてます。尊敬している方です。あ、仕事に対しての思いとかを一つ一つがすごく丁寧なので、そういうのがすごく尊敬していますね。おはようございます。熊本と宮崎に行ってます。大移動なんですよ。とりあえず今日焼肉行こうぜって誘われました。焼肉がなんかメインみたいな感じで聞いてますけどね。みんななんか焼肉行こうぜって最初誘われたって聞きましたよ。なんて言って行くことになったんですかって、あの部長さんとかに聞いたら、はい、あ、なんか焼肉食べ行かんって言われたって言ってます。焼肉ツアーです。いい天気ですもんね。焼肉にいい天気。うわー、そうですね。車の中でずっと喋ってる人。ずっと喋ってますよね。今の時点ではそんな感じですかね。今日は。おはようございます。今日はこれどこに行けるんですか。多分熊本経由で、宮崎に行くっていう話を聞いてますが。焼肉を食べに行くっていう話を聞いて、今日は私シェーカーを置いてインタビューに答えておりますが、焼肉っていうかね、昨日の晩ご飯がパフェでしたから、ちゃんとがっつり食べたいと思っております。なんで一応ヒッピーで来て、ちゃんとね、ヒッピーのハットだし、ヒッピーのジーンズだし、ちょっとスポンサーみたいな形で小柳先生がガソリン代を出せとかと言いようと頭数を増やしたかっただけではないかという話もあるが、うまく乗っかりやさせる。焼肉を食べて元を取ろうと。小柳真嗣とはね、もう悪意の塊でもありますね。イエーイ。部長何言ってるか分かんないし。
収入が激減しました。あ、そうですよね。自分で作るとわかる。はいはい。それでまあ。心から思う世界の平和を夢にまで見るほどのことじゃないだろう。私は生涯歌う歌い好きに歌って笑ってたまに泣く進め愛よ。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 心を思うように。どんな感じですか？俺が言いたいのは、はい、小柳慎二についてどう思うと、目的が焼肉。目的が焼肉って何？いやでも私さんと話してたんですけど、焼肉に行くとよねみたいな感じになってます。焼肉目当てみたいな。そうです、そうです。すげえ、どういろいろあるよ。後から知ったみたいな感じ。後から知った、焼肉がメインっていう。いやでもなんか、いやいやいや旅の挙げ句歌は始まる。君の時代だぜ。進め愛よ。